マドリード地下鉄に設置された CBTC の設備サンパウロ地下鉄、サントアマロ駅年間乗客数が世界で上位30位に入る地下鉄でも CBTC が利用されている CBTC は列車と地上設備の間での通信を使って列車の運行と制御を行う信号保安技術である従来型の信号システムに比べて CBTC では 列車のより正確な位置を利用して制御を行うことができる。これにより従来より安全かつ効率的な列車の運行を実現することができる。都市鉄道でもその他の鉄道でも安全性を維持あるいは向上させながら運転時角を短縮することができる。IEEE1474 の標準では CBTC は軌道回路によらない高精度列車位置検知技術、 連続大容量の双方向車上を引く、地上間データ通信、自動列車保安装置及び、場合によっては、自動列車運転装置とにより、運行管理の機能を実現できる、それらの車上及び地上装置を利用した、連続的な自動列車制御システムと定義されている。都市が発展し人口が増大すると、大量輸送公共交通機関の需要が高まり、 信号システムも安全を維持しながら列車本数の増加に対応する必要が出てきた。結果として鉄道事業者は線路容量を最大化することを考えるようになった。CBTC の主な目的は路線を走行している列車の時間間隔を短縮して安全を守りながら輸送容量を増大させることにある。従来型の信号システムでは 閉塞区間と呼ばれる線路を固定した区間に区切って、検知した列車の位置に基づいて動作している。各閉塞区間には、信号機が設置されており、すでに列車が在線している、閉塞区間に次の列車が入るのを防ぐ仕組みとなっている。各閉塞区間は、地上設備によって固定されているため、こうした方式は固定閉塞方式と呼ばれている。従来型の固定閉塞システムと異なり、 CBTC では新しい移動閉塞システムを採用しており、各列車の防護区間は地上設備で固定されていない。また、列車は自分の正確な位置を誘導ループや無線通信などの双方向通信により地上設備に常時送信している。1990年代にデジタル無線通信の技術が実用化され、 地上と車上の間での通信の実用的な手段として、それまで使われていた誘導ループに基づく通信技術に比べて容量を増大し費用を削減することを主な理由としてアメリカが支柱国でもヨーロッパでも信号システムメーカーが無線通信を使う研究を始めた。このようにして CBTC のシステムが発展することになった。 サンフランシスコ国際空港のエアトレインは世界で最初の無線通信を利用した CBTC の導入例である結果としてボンバルディアトランスポーテーションがサンフランシスコ国際空港の新交通システムであるエアトレインを2003年2月に世界で最初の無線通信利用の CBTC システム導入路線として開業させた。 それからしばらくして2003年6月にアルストムがシンガポールの MRT 北東線に無線通信技術を適用した。これ以前に CBTG はアルカテルが1980年代半ばにボンバルディアのカナダにおける新交通システム向けに開発していた誘導ループ式のシステムに期限がある。こうしたシステムは t b t g とも呼ばれ、 軌道回路ではなく誘導ループによる通信技術を地上と車上の間での通信に用いていた。この技術は地上と車上の通信に30から6 0ヘルツの周波数を使っており、設置や保守あるいは電磁両立性の問題がありながらも、都市鉄道事業者に使われるようになっていた。新技術の導入時には付き物であるが、当初は主に互換性や相互運用性の観点から、 問題が発生していた。しかし、以降は関連する事項について改良が行われ、無線通信技術の信頼性は大きく改善されている。無線通信技術を用いたすべてのシステムが CBETC であるというわけではないことは重要である。この記事では、明確さと事業者の要求に対応した最新技術について説明するために、 無線通信技術を利用した最新の移動閉塞に基づいたシステムのみを説明する。CBTC システムは主に都市鉄道や新交通システムで用いられる現代的な鉄道信号システムである。幹線鉄道向けには同様のシステムとしてアートムズレベル3がある。CBTC では列車は常に自分の状態を計算し、 無線を通じて線路に設置された設備と通信を行う。送信される状態情報としては、列車の正確な位置、速度、進行方向、ブレーキ距離といったものがある。こうした情報により、列車が線路上に占めている範囲を計算することができる。また、地上設備はこの情報に基づいて、同じ線路に在線している他の列車が決して超えて進んではならない。 限界点を計算することができる。この限界点は列車に送信され、これに基づいて列車は安全性と乗り心地の要求を満たしながら自動的かつ連続的に速度を調整する。これにより列車は先行列車との距離の情報を連続的に受け取り、安全な列車間隔を適切に調整することができる。固定閉塞と移動閉塞での列車同士の 安全距離の違い信号システムの観点で見ると、固定閉塞では、先行列車は在線する閉塞区間すべてを占有していることになる。これは、区間内のどこに列車が存在しているかを正確に知ることができなかったからである。このため、固定閉塞方式では、続行列車は、先行列車が在線していない閉塞区間の境界までしか進むことができない。一方、 移動閉塞では列車が自身の位置とその減速曲線を常時計算して地上装置に対して無線で報告する。このため地上装置は防護区間を計算し最も列車に近い障害に停止限回転を設定することができる。列車の在線位置は計算により求めるため不確定性があるので列車の長さに対して安全上の余裕を含める必要がある。 これを総称してフットプリントと呼んでいる。この安全上の余裕は列車が移動距離を計算する方法の精度に依存している。移動閉塞に基づく c b t c を使えば続行する列車の安全距離を短縮することができる。安全距離は列車が常時報告する位置、1. 速度に従って常に安全上の要求を満たしながら変化する。 安全距離は常に必要最上限となり、固定閉塞の場合に比べて、列車の運転間隔を短縮できるため、線路容量を増加させることができる。現代の c b t c システムでは、IEC62290 から1規格で定義、分類された複数の自動化水準に対応している。実際のところ、c b t c は運転士なしの自動運転を実現する上で、 基本的な技術ではあるが、同義語というわけではない。自動化水準では、装置による保護付きで運転士が、手動運転するコア1から、完全自動運転となるコア4までの範囲がある。中間の水準としては、準自動運転のコア2、運転士のいないコア3がある。コア3では、運転席に運転士はいないが、車内に乗務して、危機故障時の手動運転をしたり、非常時に、 旅客の誘導をしたりする乗務員がいる。5話の水準が上がると安全性、機能性、性能の面での高い水準が求められる。ダラスフォートワース空港の無人振興通システムの車両、無線通信による移動閉塞 CBTC システムを搭載している CBTC システムにより鉄道の地上設備を最適に使用して安全上の要求を満たしながら 列車の運転間隔を最短とすることで設備容量が最大化できる。こうしたシステムは新規に建設される輸送需要の多い都市鉄道に適しており、また既存路線において輸送力を改良するために導入することもできる。当然ながら既存の路線への導入においては設計、設置、試験、運用開始の段階は非常に重要なものとなる。 営業列車の運行を妨げずに新しい設備を導入しなければならないからである。技術の進歩と過去30年以上にわたる運行の経験により、現代の CBTC システムは既存の列車制御システムに比べてより信頼でき、故障に強いものとなっている。CBTC では一般に従来よりも地上設備が少なくなっており、その診断、 監視システムも改良されており、設置も保守も簡便なものとなっている。CBTC の技術は、より簡素なシステム、単純なアーキテクチャとするため、最新の技術と部品を使用する方向に発展している。例えば、現代のエレクトロニクス技術の発展により、一箇所の故障で運行上の可用性が阻害されないように、冗長性を持った構成を組むことができるようになっている。 さらにこうしたシステムでは都市鉄道事業者が特別な輸送需要に素早く効果的に対応して混雑の問題を解消できるように列車ダイヤの設定に関して完全な柔軟性を提供する。自動運転システムでは手動での運転に比べて大幅に解き各都輸送力を改善する可能性がある。また CBTC は従来の手動運転のシステムに比べて 省エネルギーであることが示されていることも重要である。自動的に運転曲線を調整したり、実際の輸送需要に合わせて輸送力を調整したり、する新しい機能により、大幅な消費エネルギー節約を実現できる。CBTC の主なリスクとしては、列車との通信がどれか一つでもつながらなくなると、通信問題が解決するまで、システム全体あるいは一部を、 フェールセーフモードにしなければならなくなることがある。通信切断の深刻さの程度により、通信の再確率まで列車の一時的な徐行や停止、あるいは機能制限モードでの運行といったフェールセーフモードを使わなければならない。通信切断が長期間にわたる場合、固定閉塞を使った手動運転や最悪の場合、バス代行などの代替輸送手段を用意するといった。 緊急対応策を用意しなければならない。このため、特に輸送力を増強するために CBTC システムを使うと考えるのであれば、適切な運行のためには高い可用性が重要である。そして運行の高い環境性を実現するためにシステムの上調性と回復の仕組みを全体にわたって確認しなければならない。CBTC のシステムの可用性を高めた上で、 システム運用者について回復手順を全般に訓練し定期的に訓練をやり直す必要性を考えなければならない。実際のところ CBTC の主な問題点としてはシステムがダウンした際の回復手順に際して人間が誤りや不適切な対応を行ってしまう可能性があるという点にある。通信障害は機器の故障、電波障害。 信号の強度不足、周波数帯の飽和といったものが原因となる。こうした場合、列車の状態を常時把握しておくことが CBTC の安全要求上重要であるため、通信障害があると列車が乗用ブレーキあるいは非常ブレーキをかけることにつながり、もしこうした通信障害が頻繁に起きるならば、運行への影響は重大なものとなりうる。これが歴史的に 必要な無線通信の技術が重要な用途に利用できる程度に十分成熟したとされた2003年になって初めて無線通信利用の CBTC が導入された理由である。見通しが悪く、あるいは利用可能な周波数帯域に制限がある条件では運用にあたって予想したより多くの送信機が必要になることがある。これは既存の都市鉄道のトンネルに CBTC を適用する場合に特に問題になるもので、こうしたトンネルは最初からそうした無線通信に対応して設計されていないからである。トンネル内でのシステム可用性を改善する他の手段として材料費も工事費も高くなるが、漏洩同軸ケーブルを採用することで、より信頼性の高い通信を確保することができる。無線通信を利用する CBTC では、 かなり大きな攻撃対象領域を持っており、通信ネットワークへの侵入や安全上重要な通信の改ざんなどの様々な攻撃のリスクがあり、最悪の場合安全上の問題を引き起こす。こうした攻撃問題に対しては、暗号159から2標準に規定されているような防衛技術を用いることで緩和することができる。ISM バンドを使う通信が増加しつつあり、 重要な CBTC の通信を妨げる可能性があることから国際団体などから都市鉄道向けの無線通信専用の周波数帯を確保するよう求める声が上がっている。こうした決定が行われれば市場における CBTC システムの標準化や安全上重要なシステムの可用性確保に貢献するであろう。CBTC システムは 高い可用性を持っていることを求められるため CBTC が一部あるいは全部使えなくなってしまった場合でもある程度の運行を確保できるようにする二次的な信号システムを持っていることがある。これは特に線路の配置を CBTC 向けに設計できなかったり少なくとも一時的には旧信号システムとの共存が求められたりする。 ブラウンフィールドと呼ばれる既存の信号システムがある路線に CBTC を導入する場合に関連している。例えばニューヨークの BMT カナーシー線では CBTC で運行時には1時間に26本の運行ができるがバックアップとして1時間に12本の列車の運行ができる自動閉塞式の信号システムを備えている。これは 既存量線の信号システム更新においてはかなり一般的なやり方ではあるが、新鮮に CBTC を導入する場合にこうしたバックアップ信号システムを使うと CBTC によるコスト削減をかなり無意味にしてしまうことになる。これは CBTC の発展においては鍵となり、依然として議論されているところであり、一部のメーカーや事業者は CBTC の完全な冗長性を持った構成だけでも高い可用度を達成できるかもしれないと主張している。基本的に CBTC では保守性を改善し設置費用を削減するために中央集中の運行管理システムを前提として設計されることがある。この場合、路線全体の運行停止につながるような事態が一箇所の故障だけで発生してしまうリスクを抱えることになる。 固定閉塞方式では、通常は、こうした問題により強い、分散した処理方式で動作する。このため、システム設計に際しては、所定の CBTC の構成の利点と欠点について、十分分析する必要がある。それ以前に、運行指令員が死人に頼って、完全な手動の運行管理を行っていた路線に、CBTC を導入した場合、 実際には安全の向上と引き換えに運行容量が減ってしまう結果となることがある。これは CBTC では人間の死人に頼った場合に比べて列車一認識の正確性に劣っており、また非常ブレーキや常用ブレーキの減速度などの設定において最悪の場合を想定した値を使って誤差に備えたより大きな余裕を持たせるからである。例えば、 南東ペンシルベニア交通局地下地上トロリー線に CBTC を導入した際には保安装置のない手動運転の頃に比べて当初は所要時間が伸び線路容量が減少していたこれは手動運転では排除できない車両同士の衝突を完全に撲滅する代償であり運行と安全の間にいつも見られる相反を示した例となった典型的な無線式 CBTC の構成、供給業者によって技術的な構成は異なることがある。現代の CBTC システムの典型的な構成では主に以下のようなサブシステムを持っている。CBTC における ATC 地上設備 CBTC を導入した運行管理システム CBTC の構成は常に供給業者及び技術的手段によって変わるとはいえ、 典型的な構成では以下のような論理的な装置を含むことになる。2012年10月時点では下の図に示すように多くの目的に c b t c が導入されて成功を収めている。短い路線で非常に少ない車両数で運行モードも少ないサンフランシスコ国際空港のエアートレインやワシントンダレス国際空港のエアロトレインのような 空港内の新交通システムに適用されたものから、マドリード地下鉄の1号線、6号線や、新鮮地下鉄3号線、パリメトロニューヨーク市地下鉄、北京地下鉄の一部の路線、ロンドン地下鉄の半地標識路線など、毎日100万人以上を輸送し100本以上の列車が走る既存の鉄道網に導入されたものまである。世界中で展開されている。 無線式移動閉塞の CBTC プロジェクト。納入業者によって色分けされている。河川が引かれているものは、すでに CBTC での営業が始まっている。無線通信式で移動閉塞のもののみを示しているすべてを列挙するのは難しいが、以下の表に、世界中で導入されている主な無線式 CBTC のシステムを導入途中のものを含めてまとめる。 この表では既存の路線に CBTC を導入したものを既存線、完全に新しい路線に導入したものを新線としている。通信手段として誘導ループ線を使った TBTC と呼ばれているシステムは次第に使われなくなってきている。このため、この表に示したプロジェクトは全て無線通信式でかつ移動閉塞のシステムである。ありがとうございます。